はい。ライフハックライブショー、9回のはずだった場所です。なあ、いかに言動くん。すべてはこれからです。はい。計画通り。計画通り。まあ、というのは冗談として 言動戻んない。言動戻ってください。ます。また一人ボイスオンリーになった。はい。ということで、ライフハックライブショー9回目、ホリトです。今日は愉快な、またゲストを、また現実にも言動をやっていらっしゃる、一番端っこから、酒井和元さんです。和元です。はい。和元 JP、Find the Meaning of My Life の、和元さんです。はい。言動お似合いますね。願いします。ありがとうございます。はい。で、今日もキューベが右、左上で元気な倉下さんよろしくおに願いしお越しいただいます。どうも、ブログ R スタイルで、今日は、あれですね、新しい著書の話も、お聞かせいただけるという話です。はい、お願いします。で、ブログ、Hacks for Creative Life の、あれ？はい。あれ？お？ああ、いや、よかった。サーバーちょっと遅めですね。はい。北信也さんです。はい、北です。はい。今僕が画面切り返したら、ベクさんのアイコンしか見えなかったという、なんか、驚きの展開が。ちょっと遅延し気味なので、僕もブロック上になったりしながらお届けするかもしれません。最初にいきなり、なんか、こんな状態になっていたのは、あれ？カスタムオーバーレイが効かない。遅延してる。もしもし、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい。大丈夫ですか？はい、はい。あ、コスタムバレーが出てきませんね、私の方は。なんで税レ状態から開始したかというと、ちょうど先ほどですね、新宿の、バルト9のところで、何でしたっけ、エヴァンゲリオンの新作の、情報が、壁面にこれ投影されてるっていう、こういう話題が入ってきまして、これ、大勢の人が外でご覧になってたらしいんですけれども、壁面にこれを投影する。これ、エヴァンゲリオンの、機関誌があるんですよね。映画情報だとかそういうのを出してる。普段はペーパー、フリーペーパーで出してるんですけども、今回は特報っていうことで、動画形式で、しかも、新宿で壁面投影って形で始めるという、そういう趣向でした。ということで、なんか劇場版の新しいやつが、11月。笑い男が出てます。笑い男が出てきた。笑い男。お前、それがお前の素顔か。笑い男。もう本当ネタを知らない人間にはさっぱりわかんない展開ですね。もう、流れも何もない。いやいや、流れ作っていいですか？流れ作ってください。どうぞ。いや、急つながりで。しようとしたか忘れちゃった。Google ですよね。卑劣なのですか？本当卑劣ですね。なんか、Google も Q っていうの出しましたよね。あ、Google Q 出しましたね。あの玉ですか？あの玉ですか。あれはね、球体の Q の、あれですよね、うん。パクリですよね、要するに。うん。Google っていうか、Nexus Q ですよね。Nexus Q の話ですよね、それは。Nexus Q の話題、CNET にありますね。これずるい写真だからどうかな。あ、一応ありますね。これで画面共有しましょう。こんな感じでですね。まあ、球体なわけですけれども、Apple テレビとぶつけてきたと。そういうことですよね。そういうことですね。うん。うん、まあ、そんなことはどうでもよくてですね、エヴァなんですよ。違う。もう、いや、やっぱそこなんだ。話に戻す、そう、もう、要点は何かっていうと、これ、ソーシャルな時代でも、やっぱり場所に人を集めてっていうのは、やっぱ効くんですねっていう、やっぱ、話題になってましたよね。うん、なってましたね。なって。この人は話題になってないと思う。どうしても気になってたな。この人は議長。議長は顔出してはいけません。なんだろう。そう。いや、ほんとグダグダだな、これ。本当、
今の時代ね、セソーシャルで何でも、まあ、分回せばいいのかっていう、ソーシャルでもなかなかもうね、みんな振り向いてくれないから、やっぱこうやって場所に人を集めてやったりするのも効果的ですねっていうのがあります。で、Google もまさにそういうのを投下してきてて、今週は Google I.O. のカンファレンスだったんですけど、皆さん見ました？あれ。見ました。スカイダイビング。見てしまいました。スカイダイビングね、これご覧になってない方のために一応これご紹介しますとですね、Google I.O. で、副社長の Google プラスのビッググングドーチュラーですね、ビッググングドーチュラーが、Google プラスの説明をしてるわけですよ。で、ちゃんとね、この新機能のイベントについて調子よく説明していたらですよ、いきなり横から、セルゲイが出てくるんですよ。セルゲイ・ブリンが。いきなり話ぶった切る。これ音、そっち側から聞こえます？かろうじて。かろうじて。で、これで Google Glass の説明をしたい。っていうか、イベントっていうか、アトラクションをしたいと。で、これ何やってるかというとですね、これ飛ばしますけれども、この時、モスコーに、サンフランシスコのこの会場のモスコーニセンターの屋上に、飛行船が来てると。で、飛行船にこのスカイダイバーたちがいましてですね、で、Google Glass ですよね。この、特別なメガネをつけていると。で、何をするかと言いますと、メガネをつけたまんまハングアウトをしながらスカイダイビングと、そういう展開です。もうちょっと飛ばしますかね。うわぁ。これはすごかったっすよ。うわぁ。扉が開いた。これね、これ結構怖かったですよ。だってこいつらね、事故ったらどうなっちゃうんだろうと。公開事故りですかみたいな感じでね。でもこのスカイダイビング用のスーツもかっこよくて、これ、あれなんですよ。やっぱ特製なんですよ。あ、そうなんですか。ある程度このダイビングしながら方向も変えられるんですね。まあまあ、この、まだ出てないのか。まだですね。うん、ちゃんとね、屋上に行けるように真上から行くんですね。で、落ちると。うわーっていう。これね、やらせじゃないかって言ってる人もいたんですけどね。まあ、やらせにしたってインパクトありますよね。インパクトありすぎですよね。うん。あ、Google マップだなって思いましたもん。うん。なるほど。確かに。うん。これで屋上について、屋上についてこの Google グラスを手渡すっていうんだったら、それだけで話で終わるんですけれども、こっからもすごいんですよね。これフルスクリーンにしたらどうなるんだろう。フルスクリーンになりました？まだです。うん。ちょっと遅延してるかな。処理が追いついてないのかな。なってないですね。あ、なんか消えたから。なんかそう。あ、っていうか、全然ダメっぽいですね。ダメっぽいですね。はい。ちょっと飛ばしまして、よっ。お？はい。で、着きましたと。
着いたところまで動画更新されてますか？まだです。更新されてないですね。はい。ないですね。あ、来ました、来ました。来ました、来ました。画面が固まっちゃってますね。いや、来てますね、今。おぉ。コマ送りですけど。あ、よかった、よかった。そう、ほんまに着地したんや。ちょっとコマ送りですか。さすがにフィードバックしないですね。はい。まあ、ちょっとコマ送りなのでしょうがないんですけれども。まあ、要するにどういうことが起こっているかというと、スカイダイビングをして、この後自転車に乗って、そのまんま自転車でビルとビルの間飛び越えて、それで今度ラフィリングで、Google グラスを、ビルの壁面をね、こう、スターッと降りてって、それでまた自転車に乗り換えて会場に突っ込んでいくという、こう、それを全部生中継するっていうとんでもないデモをしてたわけですよね。はあ、これ、楽しかったですよね、なんかね。面白かったですね。Google らしいですね。北さん見ました、これ。いや、僕は見てないんですよ。でもちょっと後で全部見ます。あ、ぜひ、はい。はい、後で全部見てください、これ。生中継で見たときね、すごかったですよ。すごい気になるんですけど、どうやって通信確保してるのかなと思って。はい、これね、飛行機からは、携帯の電波っても飛行機絶対届かないんで。届かないですね。衛星なのか。いやー、だから、誰か一人ぐらい、4G の、バックパックを背負ってる可能性が高いですよね。Wi-Fi、強力な Wi-Fi か 4G の、設備を背負って、そうですね。途中で中継しつつやってるっていう可能性が高いですね。多分本当に、誰かが基地局にならないと、そう。できないというか。できない。うん。アンビリカルケーブルっていう手はないんですかね。アンビリカルケーブル。飛行物体にケーブルつないだらめっちゃ危ないですよ。ねえ、これ時代は Wi-Fi なのにね。本当に。まあ、やるとしたら、あえて優先って。ビームで飛行機時代は電源かな。Wi-Fi を飛ばすとかやらないといけないんで。そうそうそう。うん。いや、すごいなぁと思って。僕、どっちかとそっちに今の動画を見てビビりましたね。いや、本当すげえなぁと思って。あれですよ、完全に今、コマ送りでしたけど、でも本当の動画の方は全部滑らかに、うん、全部最初から最後まで、動画で見えますから、うん、いや、時代はここまで来たのかと。と同時にさっきのエヴァじゃないですけど、まあ、ここまで小細工しなきゃあかんのですな、というのがありますよね。なかなかね。そう、うん。いやー、あそこまでのプロモーション、なかなかできないですよね。うん、思いつかないですもんね、お金があるとか。だって危険ですもんね。うん、はい、で、Google がやっぱ遊び心まだ残ってるなって、ここはね、Apple、うん、とは違いますよね。うん、やんちゃですよね、Google。やんちゃ。この何ですか、大人になりきれてない感じ。大人、もうお金も稼いだし、大人になったはずなんだけど、この大人になりきれてなくてやっちゃった感がね。実際自転車ね、人引きそうになってましたからね。大丈夫かっていう。うん、加藤さんもこれご覧になりました？見ました、見ました。なんかね、あれ、夜中に見てましたっけ、あれ。夜中に見てました。うん、半分落ちながら、はい、それでも落ちきれず。なんかね、生中継で見たらびっくりものでしたよね。うん、そうですね、はい。ということで、なんかいろいろそういうライブ的なものもあるんだなっていう中で、今週のニュースなんですけれども、この Google プラスの、イベント機能っていうのが追加されてきて、うん、実は今日もこの、Hangouts はこのイベントで内容を告知しています。まだちゃんと使い切れてる感じしないんですけれども、どういう機能かというと、本当にそのまま Facebook イベントと同じで、皆さんにイベントを告知できますよっていうのがまず一つ。うんうん、なんかこう動画っぽくなるんですよね。ここが。画像のところが。なんとなくこう動画になってると。で、それが Google カレンダーと連携すると。で、うん、そこで終わるならば Google、Facebook のイベントと全く同じなんですけど、イベントの最中にもそのストリームに写真を追加できる。ガンガン追加できる。まとめる必要がないってことですね。そう。で、後から、その入ってきた人たちがそこに写真をアップロードすれば、お互い誰が写真を撮ったのかっていうその顔のアイコン付きで、全員の写真がまとまる。だから、例えば結婚式なんかのイベントをやって、その結婚式の写真をみんなそこにアップロードすれば、全員の写真集が一気に
出来上がると。だから、誰かがね、集めて、それでアップロードしてとかって、今までそういう、おっと、なんかすっと、勝本さんにしてありましたね。ごめんなさい。画面をこちらにフォーカスしてませんでした。こんな感じの、イベントの最初から最後までを全部やってくれるような、そういう、機能になっています。これ、どうです？使います？使いますクライアントさん。まあまあ。まあ、とりあえず Google Plus を使っていないので何とも言えないんですけど、ね。もう便利そうですよね、確かに。それはわかります。北さんはどうですか？これ Facebook のイベントに比べてどんな感じです？Facebook のイベントってなんか結構有名無実なところがあるというか、結局、あの上で全部管理できなくて、外の告知図に出したりとか、うんああ、そっか。生かしたりとかするので、あれなんとなくこう、Facebook のお友達にイベントやるから、告知図見に来てねっていうのを投げる用途でしかみんな使ってないんで。それすっごい無駄。無駄なんですよ。それ無駄だ。Facebook の、カレンダーが、はい、Google カレンダーとこうシェアできてないので、うん、イベントに参加するにしても Facebook 上でしかわからないじゃないですか。そうですね、で今日これの参加をするというのを、まあ、前日にやっておいて、で今日のやっぱりこの時間の前、なんか9時50分ぐらいになったら、うん、iPhone にライブ、うん、ライフハックライブショーやるよっていう通知がやっぱり彼らに飛んでくるんですよね、うん。これはすごい便利だなと思って、はい、やっぱり ね、そこのシームレスさっていうのはやっぱり Google ならではだし、 Google カレンダーがやっぱりデファクトスタンダードじゃないですか、カレンダーの、うんうん、なのでそういう意味で便利だなって、これの方がそういう意味では有用性が高いなと思いました。さっきのその告知図にわざわざ誘導するっていうのはもう本当致命的で、うん、でそれは似たようなことってマップについてもありますよね、うん、Facebook にあっても結局マップは Google マップだったりしてそのリンクを貼り付けてでこれすごい Facebook にとってはもう痛恨の一撃なんじゃないかな結構って、うん、ありますよね。結局主要なポイントをアップルだったりとかグーグルだったりに抑えられてるっていうのが今の Facebook なのかなっていう気はしますね、うん、うわーこれ痛いわー。だってよくよく考えたら、うん、その主要なポイントを抑えられてるのってカレンダー、うん、YouTube、うん、Google マップ、うん、そしてモバイルはアップル、うん、いいとこないですねこれどれか一角でもユーザーしか持ってないわけじゃないですか、うん、でユーザーは別に Facebook に使わなきゃいけない理由はないですよね。うん。加藤さんこれ見ててどう思います？あとは PayPal との連携かなと思います。 PayPal 来たー、うん、まあ Google チェックですかね。ああそうだね、チェックはどうだっけ、はい、いやその必要さえないんじゃないですか。だってイベントブライトみたいなイベント関連会社がこの上でアプリを作っちゃえばいいだけですよね。ああそうです、ね、もそれもありですね。そしたらそれを Google プレイを連携通じてやれば、Google には一定の使用料入ってきますけどそれだけでもう十分ですよね。いけるでしょうね。 Facebook の場合中で全部やるしかないので、うん、あこれいかんチェックですね。チェックメイトとは言わないけど、チェックかな。これ結構きついんじゃないかな、Facebook にしていたら。まあ、唯一の救いは、Facebook の方が15倍ぐらい人がいるってところですかね。うん。うん、アメリカとかに行けば確かに Facebook 内で全て完結するんで、そんなに問題じゃないんですけど、うん、日本だと Facebook って言っても、まあ一部の人しか使ってないじゃないですか。うん、でも一応今週のニュースとして、Facebook の認知度が Mixi に届いたんですよね。Mixi、うん、を超えたっていう話があって、うん、まあ、Mixi 自体がそんなに。そうなんですよ。Mixi が社用なので、それは当然なんですよ。うん。まあ、まあ逆に言うと未だに Mixi レベルかっていうところがやっぱりあって。いたーなかなか1000万、2000万の世界ですから。いったー切り込んだなー。いや、だって、ツイッターに全く及んでないと。まあ、ユーザー数は確かに一緒かもしれないんですけど、オープンさで言うとやっぱ全然違って、
やっぱりあの、コクチーズとかってそういう意味ではやっぱりいいのは、別にツイッターやってなくても、フェイスブックやってなくても使えるじゃないですか。だから広くインターネットやってる人にリーチできるんですけど、うん、まあ、Google プラスのイベントにしても、Facebook のイベントにしても、今のところはそのユーザーじゃないと使えないということは、やっぱりそのユーザー数がネックになっちゃうというか、そのコミュニティの中でしか使えないっていう。なるほどね。やっぱり当然出てきちゃうなっていう。そういうことか。痛いなぁ。いや、まあ、地味なね、リア充的な、なんかこう、機能なのかなと思ってたら、案外そうでもない。なんかちょっとこう、結構痛いところズバッとついてきた感じがある。うん、要するに、最初から最後まで Google からトラフィックを絶対に離さない構造をしてるじゃないですか、これって。うん、これは恐ろしいよなって。あ、何気に、パーティーモード。うん、要するに、パーティーの真っ最中に、そこに、ね、チャットを上げたり、写真を上げたりする機能。で、もうすでにパーティーのスレッドに全部まとまってる。ツイッターに一回も行かなくていいですよっていう、ツゲッター終了みたいな流れですよね。いやー、怖い。まあ、なんかのイベント、結婚式とかで、披露宴とかで、その中継はハングアウトでやりゃいいし、そう。で、それは YouTube で上がってて、リンク貼れるし。Dpub を、例えば、福岡でやってると同時に、東京でも Dpub の別のやつを立ち上げといて、ハングアウトで繋いじゃえばいいんですよね。パブリックビューイング。パブリックビューイング。で、もう Google プラスの方で、即日に、イベントが立ち上がって、金曜日に、バーチャル飲み会。だからみんなビールを持ち寄って、つまみを持ち寄って、家で飲みましょうっていうのは、Google のイベントであって、何十人という人が同時に飲んでるっていうイベントもあったので、もちろんバーチャルイベントにも使えるということなので、いや、広まるといいな。広まるといいなというところです。ちょっと思ったのが、ピカサというか、Google プラスのユーザーとピカサの、まあ、実質の容量制限がなくなったじゃないですか。2040まではなんか無料みたいな、うん。あれがあるので、もしかすると結構、あれがあるがために、このイベント機能っていうのがすごく使われるようになるんじゃないかなと思っていて。やっぱり今、結婚式の写真とか上げようと思うと、写真をガンガン上げても。はい。一番シェアしやすいのって、まあ、Facebook は上限外なんで、Facebook に上げるか、Google のこのピカサに上げるかのどっちかなので、っていうのを考えると結構、うん、もしかしたらすごいピカサとこのイベントってすごい相性がいいんじゃないのかなっていうのは思って、まあ、キラーコンテンツになり得るかなと。あとはピカサがね、Google がフリッカーを買収してくれるなんて夢を見ちゃダメですか。なんかもうでも多分ね、フリッカーはもうね、緩やかな死を迎えるんでしょうね、これね。ヤフーと共に消えていきそうな。いやーで、今でも名実ともに写真が一番多いのはフリッカーですからね、一応言っておきますけど。はい、でもそのフリッカーでも、一番シェアされてる写真はインスタグラムと iPhone の写真なんですよ。うん、別にフリッカーにがそもそも生まれた理由とは全然違うところだったりするので、それは、もしかしたらあと2年ぐらいのうちにいろいろなっちゃうのかもしれないですね。はい。移行やんなきゃいけないのか。まあ、だめんどくさいな。やだな。というところで、話題がこうですね、しっかりとつながってくれたので、最後の話題なんですけども、まあ、バックアップはしっかり取りましょうねっていう話が長いですね。いいわ。これ、ファーストサーバー、障害、アポカリプス、はい、これ最終バックアップ戦争じゃないや、ハルマゲドン、本当、ハルマゲドンっていうのはこういうのを言うんですよね。このトラブル自体はいいんですけど、これによってなんかクラウドが危ないみたいな、あ、間違えた、クラウドが危ないって言われちゃうのは嫌ですよね。そうそう、なんか全然意味が違うというか、クラウドっていうのは、まあ、あらゆる物理的な層を仮想化して、その上でサービスというか、まあ、すべてをインスタンス化してしまうっていうのがクラウドなだけであって、
その下の物理層のバックアップがどうとか、そこに置かれているデータのバックアップがどうっていうのは、クラウドの問題では全然ないわけなんですよね。うんうん、なので、でも、普通の人は、結局はでも一番最後のところにはサーバーが待ち構えていて、うん、それがダメになったら結局全部ダメなんでしょうと。で、かつクラウドだと、そのどこにサーバーがあるかっていうのも、うん、ある程度分かりにくくなってるから、さらに危ないんじゃないのっていうふうに言われちゃうわけですけど、それはどうなんですか？逆に言うと、もともとリソースプールしていて、うん、サーバーが分かれてクラスタリングしていくので対障害性はその時点で高くなるのは、うん、これはイエスなんですよ。で、うん、もうそこでリソースプールというかデータを一つの大きなプールに入れてしまうんであれば、それごとガサッとどっか別のサイトにバックアップを取るとかっていう形を取れば、どちらかというとバックアップコストって下がるはずなんですよ、うん。ちまちま一つずつのサーバーからダットでデータを吸い出すっていうのがやっぱ一番コストがかかるので、でっかいこうハードディスクの塊みたいなやつを別サイトにドンってコピーで送っていくっていうようなバックアップが取れれば、それが一番安いはずなんですよ、うん。なので今回の場合は問題はもともとクラウドだからどうではなくて、そういう仕組みがなかったっていうところと、ないサービスだったっていうところが、うん、問題なんですよ、まあはい、バックアップの障害がなんで起こったのかって見た瞬間に、はい、でクラウドちゃう節子みたいな感じでしたよね。クラウドじゃねえよと。それはただの、ね、各サーバー業がこけただけや言うっていう、うん、それってごめんなさい、いやね、僕みたいな素人からするとちょっと整理させてほしいんですけど、うん、よくクラウドって銀行と例えられるじゃないですか、うん、要はお金を金庫に預けて、うん、タンス預金じゃなくするっていう比喩を使われますよね。はい。はい。で、今回の事故っていうのは、その金庫が、燃えちゃったとか、通帳記入というか、お金がすっ飛んじゃったみたいな感じ。だから、貸金庫が、燃えちゃったっていうことですよね。で、預金の場合って、例えば支店が1個どっか潰れても別の支店から下ろせるじゃないですか。銀行本体が潰れへん限りは。でも貸金庫の場合って、その特定の銀行が、例えば地震かなんかで潰れてしまったら貸金庫開かないじゃないですか。帰ってこないってことになりますよね。だから、実質的に言うと、その、なんすかね、貸金庫と銀行の違いや、みたいなもんですよね。クラウドっていうの概念で言うと銀行的なもので、どこの支店からでも下ろせますよっていうのがメリットだったはずやったんですけど、場合は、なんか別に、物理的に同じ場所に置いてあるハードディスクにデータが置かれてて、それが別の場所にも別に行ってなくて、ここ誤射ったら終わりやねっていう形になってて、いや、それ終わりやろ、みたいな、うん。ね、非常によくわかりました。でもまさに、確かにいい例えだと思います。このね、これですよ。これ見たときびっくりしましたわ。これサーバー管理者やってる人間だったら本当これ見ただけで血も凍るというか、まあそれは節子もびっくりですよね。いやー本当ね、いやまあね、これでもデータをなくされた方には本当にご愁傷様というか、その本当辛いだろうと思うんですけど、でもファーストサーバーの中の方も本当これまあね、こういうのもなんだけれども、やっぱりこれは一つ一つちまちまと謝りながら直していく以外にないので、うん、だから本当踏ん張ってほしいなっていうのはありますよね、うんうん。一番の問題はバックアップ必要ないっていう宣伝が嘘やったっていうことなんですよね。そうそうそう、 100% バックアップしてくださいよって言って、バックアップするサービスユーザー側に与えてたら契約上の問題だったはずなんですけど、うん、このサービスは安全やって言いながら、しかもユーザーにバックアップを取らせへん体制取ってたから、こんな炎上してしまうっていう。うん、大変だです、ね。誰も影響を食らった人いないんですか？はい、ないですね。さすがに無事でした。いや、無事でした。はい、ちなみに僕のブログも今、別の、BPS サービスに今移行中でして、超絶怖いので自動バックアップかけてます。皆さんバックアップは入念に。ブログぐらいであれやりましょう。バックアップを取ってメールで送るとかができるんですけどね。そうね。サイトになっちゃうときついですよね。きついですね。はい。
はい。というところで今週のニュースは、おしまいなんですけれども、今週は倉下さんに来ていただいていますので、ぜひ新刊のお話を伺いたいと思います。その新刊というのは、はい。はい、なるみんな、捨てまーす。みんな届いてるし。捨てるなんでもないすごい。みんな早ー。著書の名前が、はい、エヴァノートとアラグログノートによるハイブリッド発想術。という技術評論者から出ている本でございます。はい、あれ単調では久々になるんですか、倉下さん。そうですね。5冊目がちょうど隣のベックさんとやったんで、6冊目。結構時間がかかりましたね、うん、前に比べると。いや、これはね、かかりますよ、この分厚さ。ほら。むしろ読むのにめっちゃ時間かかってるんですけど。しかもね、量が多いなぁと。あのね、技術評論者にあるまじき文字の多さ。うん、文字が小さいし。ほんますいませんって感じですね。一行あたりが多いし。これ僕だって見て、ダイヤモンド社かとかこう思いながら開いてるわけですよ。で、こう裏見、あの、表見て、技術評論者って見た瞬間、えって顔して、よく技術評論者これ通しましたな、みたいな。いや、もうそれは編集者さんの力ですね。さすがです。技術評論者様には私もお世話になったことがあるんですけれども、さすがです。まあ、技術評論者の、こちらは、デジタル仕事術シリーズというのがありまして、はい、そうですね、デジタル技術仕事術シリーズというのはですね、何を隠そう、僕のと佐々木翔吾さんが書いた、iPhone 情報整理術が、1冊目になっていて、コンセプトとしては何かというと、技術評論者ってね、これまで IT 系のそういうプログラミングの方が多かったんですけど、やっぱり今はそういうデジタルなツールを使って、ビジネスを回していく仕事術とデジタルの合いの子みたいな本が多いんだから、デジタル仕事術ってことでビジネス書のラインも作りましょうっていうそういうコンセプトだったんですよね。で、今もう何冊も何冊も本が出ているんですけれども、多分その中でも最分厚さの領域です。簡単にこの本ご紹介いただけますか、倉下さん。はい。まあ一応タイトルで多分表現できていると思うんですけども、まあデジタルツールとアナログツールを発想のプロセスにおいてどう使い分けるかっていうことがまあメインテーマですね。うんうんうん。で、結構、発想っていう、はい。結構、あれですよね、発想術みたいなところにも紙面随分使ってますよね。そうですね。発想術っていうとなんかすごいこう高度なプロセスで、普通の人にはこう距離が、うんうん縁がないなと思われているものをちょっと身近に感じてほしかったんで、うん、かなり解説というか、どういうふうに紹介を入れてますね。結構あれですよね、一つ一つの、なんだろう、発想術的な本、何、一章で一冊ずつ本が書けそうな勢いなものをここの中にギュッとまとめてる感じがあるので。そうですね、そんな感じはありますね。うん、だから、まず導入部分としてここから入っていただくのでもいいと。うん、そうですね。これで全体像を掴んでいただいて、あと個々の発想法を詳しく説明した本に入っていただくっていう流れもありかなと。なるほどね。なので、一章、良いアイデアは良い畑から生まれるって、アイデアの畑として考える話。これはあれですよね。よくある、誰だ？ここにある。富山茂彦先生とかの、あれですよね。趣旨をたくさん。これ古い方です。これもう売ってません。知的創造のヒントは、ちくま玩具芸文庫の方で、今小さく白くなった方の本が出てます。これは今日、もう絶版の方のやつですね。の方の話。と、アイディアの種を見つけるメモ術、これが2章。で、連想ノート術、これ3章。で、ここから先、あれですよね、センスの問題とか、エバーノートの話とか、はい、ハイブリッド工具としての iPad 活用法というふうに6章でまとまっていきます。これを、あれですよね、この本で一番伝えたかったメッセージみたいなものって何かありますか？つまり、発想っていうのは、誰でもできるけど、ちょっと、頑張らなあかんよっていうことですよね。ここで言う発想っていうのは、はい、なんだろう。まあ、あれだ、ピンときたみたいな、そういう感じの話なのか、もうちょっと長い目で見た、はい、あはは、両方。はい。じゃあ、例えばなんか、
あれですよね、iPhone とかも1年とか2年とか、開発期間を結構長く取っている、そういうような話も含まれると。はい、そうですね。まあ、知的生産のプロセスの中身の一つですよね。ああ、なるほどね、はい、うん。これね、古典的、もう今じゃ多分ね、ほとんど誰も読んでない、板坂先生の日本、はいね、考える技術、書く技術。この中で三段階法って言われる、中距離、長距離とか、もう今じゃアナログすぎて多分ね、もう比喩がわかんないと思うんですけれども、そういう話からもまたなんとなく連想を聞かせてる感じがあります。はい。この先生方の本はね、素晴らしいんですけど、はい、難しいんだな、これが。そうでしょうね、多分ね、難しいんですよね。漢字多いんだな。慣れてない人には、慣れてない人にはきっとね、うん。多分ね、この、行き着く前に倒れちゃうところがあるので。なるほど、なるほど。はい。なるほどね。でね、これ、こういうのを読むとですね、すぐにこう僕が思っちゃうのが、ビジネスマンにとって発想って必要なのかって、そういう話なんですよ。はい、うん、必要なジョブとそうじゃない、ね、ジョブはあるでしょうね。あ、なんか来ましたね。来ましたね。はい。いりますというよりも、仕事によっては、僕の場合は結構アイディアが必要な仕事を今までしてました。なので、結構結構、あれ、はい、エンジニアじゃないですか。はい。エンジニアというよりも僕の場合提案寄りのこともしているので、客さんに対して、まあ、こういうのどうでしょうっていうのをいろいろ考えてっていうのを、まあ、いろんな情報を集めてきて、で、そいつらをこう、だんだんこう育てていくわけですよね。いろんな情報を集めて、それを眺めてなんかないかなって、うんってうなりながらしばらくこう考えていくと、ひらめたっていうのが来たら、それを欠かさずメモに取って、で、それを、またブレストで広げていってとかっていうことをやって最終的に提案に落とし込んでいくので結構本当にまあこのクラスさんのこの本もですけど知的生産の技術とかあの辺に書かれてるやつだとアイディアの作り方っていう本あるじゃないですか。はい。あれとかに書かれてることがすごい仕事で役立ったんですよ。考えるプロセスというかフレームワークを提供してくれるじゃないですか。だから結構やっぱこれもすごく僕嬉しくて、これを見てたらきっと今まで自分ができてなかったこととかっていうのが見えてきて、より、こう、フォアシエンダー。アイデアを形にするっていうところですね。思いつくだけなら誰でもできるんですけど。なるほど。アイデアを形にするっていうスキルの部分で、はい。顧客の考えていることを例えば形にしていくのにはやっぱり発想的な力がやっぱり必要だっていうのもこの本には含まれるわけですね。じゃあ倉下さん。そうですね。俺で答えていいかな。まあ最終的に受け取るのが相手っていう伝えるっていう部分もちょっとだけですけど含まれてるんで、その自分だけで広げればいいんじゃなくて、はい。あ、そうすると、例えば発想とかって言うと、なんか小説家とかデザイナーだとか、はい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 、なんかそういう人ばっかりに関係あるのかなと思ったら、割とどんな仕事の人でも仕事を作っていく上では必要だっていうことですよね。そうですね。で、そう思われてる状況を打破したかったんで、なるべくこう、身近なもんだよなっていうのを伝えたかったんですよ。なるほどね。だから身近に使える、誰でも使えるエヴァーノートとアナログノートを中心に持ってきたと。そうですね。うん、倉橋さんじゃない。和本さんなんかは、お仕事で。あ、いや、どんな仕事であれ、考えることは必要ですよね、と思いますね。うん、例えば、稀にいるのが、いや、僕の仕事はルーティンワーク中心だから、特にこう、アイデアが必要でもないし、正確に、行える技術の方がむしろ大事なんだよっていうような主張をされる方がいますけど、でもその手順をちょっと直したらもっとやりやすくなるとか、うん、そういうひらめきっていうのもアイデアですよね、うん、発想ですよね、うんうん、でいわゆる改善が必要じゃないですか仕事って、はい、そうですね、大なり小なり、うん、そうである以上やっぱり発想術アイデアを考えるピンとくるっていうのはどんな職種であれ
必要なんだろうなと僕は思いますけどね。でさっきのその北さんがおっしゃったその、うん、提案っていうことで考えればそれこそ何か物を売るっていう仕事、うん、でも、うん、には特にかな思いっきりアイデアが必要で、うんうん、どうやってこの商品を魅力的に見せるかと、うん、もそうですしどうやって興味を持たせるかとか、まあ、そんなことから全て発想ですよね、うん、アイデアですよね、うん、でこの本のもう一つのタイトルである、はい、エバーノートとアナログっていうところ、はい、ここをもうちょっと深めたいんですけども、はい、片方はデジタル、片方はアナログ、はい、でここはどうなんですか、どういう対比になってるんですか。まあ対比、一度対比を通して後でまた共存という形ですけども、まあ、エバーノートの面白いところというのは、はい、あ、いやいやどうぞ。はい、すみません。エヴァーノートで、画像とかも簡単に彫り込めるっていう特徴があるじゃないですか。普通のデータベース系のソフトと違って。テキストのメモと画像を一緒に入れる。で、この画像を一緒に入れるのがあったら、もう、それはノートをスキャンしちゃって一緒に入れちゃったらいいんじゃないと。ノートデータベースができちゃいますよね、と。普段はアナログノートを使って、アーカイブとしてエヴァーノートを使うという使い分けがあれば、まあ、両方のデジタルの持つ特徴とアナログの持つ特徴を、両方活かせるのではないかという感じ、ね、なるほどね、そうか、北さんなんかもそういう使い方ですよね、うん、どちらかというと、うん、ただ僕仕事の上ではエヴァノート会社から使えないんで、あなるほど、もっと泥臭いことをやっていますね、うん、うちは本当に付箋にバーって書き出してペタペタペタって壁に貼っていって、はい、で今あれですよ、 KJ 法でくくってみてとか、でツリー作ってみたりとかっていうので構成をしていってっていう、うん、だから比較的ビジネスの現場でやられてることって今 iPad とか Mac とかであるアウトラインプロセッサーとか、クラスターの本でも結構紹介されてるそういう、アイデアをこんな、まあ、マインドマップとかそれに近しい形でまとめていくようなツールっていうのを使えればもっと便利なんですけど、でもやってる本質は一緒なんですよね。多分1960年代ぐらいからやられてることと、多分今僕らがやってることは大差はなくて、まあ、ただ会社ではエヴァノートが使えないとか、iPad が使えないから、残念ながら未だに付箋でやってる、付箋とかいうことでやってるっていう状況。だからこういうのが使えるともっといいなって。今すごい大事なことをおっしゃった。昔の本と同じじゃんっていう人が結構必ず出てくるんですけれども、今のツールで、今のビジネスの世界でこう使ってるよっていう本だからこそ、こういう本が出てくることにはものすごく大きな意味があるっていうのはすごく大事な点ですよね。もうこれ社長とかに言ってましたよ。もっと頭を柔らかくみんなでこれ使ってこうぜっていう世界なんですよ、今。なるほどね。みんなの、おすごい遅延してますね。すいません。みんなの共通言語になってくれれば、すごく嬉しいですよね、こういうのがね。ゆくゆくはこれが当たり前の世界が来ると思うんですよ。っていうよりも、これをやってる会社が効率よくアイデアを出していって成長していくっていうことが本当に起こってくれば、要するにこのツールが本当に有用なんであれば、やっぱり未だに昔ながらのやり方でやってる我々を駆逐していってくれるはずなんですよ。その時に、やっぱり大きいところはそれなりに考え方を改めてこういう方向に行ってくれるんじゃないのかなと思うので、逆に言うとこういうのが もっともっと広まって、当たり前に世の中のビジネスパーソンがこれをやるようになって、これやらないとうちの会社取り残されるよって経営者がやっぱ焦るぐらいのところまで来てくれれば、やっぱりそこまで行くと日本社会全体がガッと一段上のレベルに行けるようになるんじゃないのかなというのは、まあ、つくづくこの 2,3 年ずっとクラウド状況を眺めながら思っていることですね。僕はもうちょっと悲観的で、なんだろう、この本僕大好きなんですけれども、遅延してるけど見えるかな、知識人とは何か、知識人とは何かってエドワード・サイド、これ知識人用の本なんですけど、でも知的生産の話にも入ってて、でも基本のところで面白いのがアウトサイダーになれって話なんですよね、既存のドグマとか既存の物事の考え方に対して異端者になると、その境界線上の方から
内側に向けて、お前たちのやってることは古いぞとか違うぞとか矛盾があるぞっていうふうに言うことによって、知識が生まれるっていう、そういう考え方。うん、でもそういうことを会社の中でやると、バーンなんですよね。で、なっちゃうんですかね。で、そう。で、会社って多分そんなに容易に変われないので、だから会社は他の会社に駆逐されることによって、新しくなっていくのかなっていうのが最近思ってて、でもその駆逐されていくと、なんか頑張って働いてる人たちごと駆逐されるので。うん、あでもそこは新しい。ね、そうなっちゃうね。期待するしかないですよね。そう。新陳代謝の間の痛みを誰が我慢するか。個人のレベル。うん、そう。だから会社が変わるとかいうよりも、なんだろう、結局個人のレベルでアウトサイダーにどんどんなっていって、で、皆さんがどんな風にして、一番発想力のある人間が生き残っていくかっていうところが見ていきたいですよね。うん。さて、この言葉通じてるのか、遅延してるから、全く通じてない可能性が。通じてます。大丈夫ですか？音声だけはなんか結構先に来ますよね。動画は。いやー、生き残れる自信がね。生き残れる自信がね。全く生き残れる自信がね。僕も同じですが。いや、僕も同じですよ。やばいですよ。いやー、ほんと。いや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 いうところで。だから結局ライフハックの話って昔の本の焼き直しでしょとかっていう人大勢いるんですけど、うんうん、より個人の時代になったからこそ、組織論的にこれやってた話とか、うん、学問論としてやってた話が、より個人のレベルに落ちてきたんだなっていう意識はあります。うん、なんかそういうところ意識してます？黒さん。はい、そうですね。基本的に、例えば知的生産って言葉があって、で、その後に仕事術って言葉が出て、で、今は多分それが普遍されて、ライフハックに広がってるんですけど、うん、どん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 個人になってるんですよね。最初は学問の話が仕事中っていう組織の話になって、組織の話が今度は個人にこう広がっていってっていう形になって、より使いやすいツール、概念としてのツールっていう形になってるかなと。そうなると、うん、これ持ってる人っていうのがもうだんだん、なんだろう、もう笑われてもいいんですよね、だんだん。鉛筆みたいなものになっちゃいますからね、だんだんね。そうですね。普遍的になってくると。あ、なるほど。はい。もうこちら、売り出されてるんでしたっけ、はい、6月30日に発売されてるんで、書店さんには、はい、ぼちぼち並んでると。ちなみにこれ、表紙外してもかっこいいんですよ。これめっちゃかっこいいですね。俺も感動しましたわ。ちょっとね、ハングアウトだと伝わりづらいですけど、ね、金ピカですからね、ほらほら、金ピカ。何この、ね、なんか、アップル的なこのシンプルデザインと思って。これね、アップルの箱こんな感じですよね。そう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 。そうそうそう。セーフハローとハイブレッドシンキングみたいな感じですよね。かっこいい。さすがだなぁ。かっこいいな、それ。このあれだなぁ、表紙いいなぁ。いいっすよね、これ、帯じゃないしね。そうそう、帯じゃない。ちょっと待って、この表紙作ったのどこ？こう、結構いい、書いてない。これはそこかなぁ。なぁってこう。内部事情を探る。内部事情を察しながら。そうだろうなぁ。技術評論者っぽくないって感じる。そうそう、ないない。やっぱダイヤモンドですよね。テンプロが、テンプロが間に入ってるのかなそんな感じはするな。はい。というところで、興味のある方もぜひご覧になってください。はい、エバーノートとアナログノートによるハイブリッド発想術でした。でした。画像が大変遅延しておりまして、申し訳ございません。あら。でした。なんか、遅延してますね。すいません。お茶が届きました。おー。素晴らしい。ありがとうございます。どうぞ。すいません、ありがとうございます。わー。この遅延した状態でできるかどうかわかんないんですけど、皆さんなんか おすすめのものとか毎週やり始めてるんですけど、なんかある人、どうぞ、おすすめしてくださいませ。じゃかじゃん。お、シャさんからなんか、これはい。じゃかじゃん。じゃかじゃん。なんでしょう ?Q2HD、ズームしすぎ。HD、ズームって。え？これは、こいつはですね、まず単体のハイビジョン動画が撮れるカメラ兼、まあ、マイクもちゃんといい感じで拾えますって。その、
ちょっと、その上の銀色の方がマイクに見える。これ、ま、これ、カメラ、カメラだ、カメラに見える。はい、カメラこれです。おぉ。はい。で、ハイビジョン。ハイビジョンでも撮れるし、で、音もちゃんと綺麗に、これで拾う、はいはい。普通に、指向性のあるマイクなので、はい。はい。撮れるっていうやつで、で、あの用途としては、ユーストリームをやるときに、それなりに画質のいいカメラが欲しかったので、うんうん、これ400万画素のカメラなんですよ。まあ、ユーストリームに流すときには 640×480 に落ちちゃうんですけど、まあ、それでも、下手なカメラを使えればだいぶ綺麗に撮れるっていうのと、で、かつ、ユーストリームしないときは、これで動画で撮っておけば、まあ、なんか例えばセミナーとか行ったときにも、綺麗に、しかも音もクリアに残せるっていうので、まあ、僕、やっぱりイベントごとやることが多いので、東京大学研究会とか、明日のワークショップみたいなのやるときにこういうの使えるから買おうと思って、うん、これ非常にいいです。あの音もおいくらぐらいなんですか、これで。これは Amazon で1万5000円ぐらいで買えます。1万5000円、はい、安い。意外に思ったよりも安いんですよ。で、ちゃんとあれなんですよ、HDMI でも出せるんで、今はまだないんですけど、HDMI で、なんですかね、キャプチャーできる機械とかを買うと、もう本当にフルスペックじゃないのか。720のハイビジョンで、ユーストリームでガンガン動画を流せるようになるっていう。Zoom Q2。はい。で、Q2 会社どこですか？多分これ Zoom っていうのが会社だと思うんですけど。あ、そっかそっか。あ、本当だ、はい、そうですね。ちなみに、こやつが、日本、完全に日本語マニュアルもついていて、ちょっとケーブル類がちゃんとついてないので、うん、なんか3000円ぐらいの、なんとかキットっていうのを買うと、なんかいろんな細々したアクセサリーとか三脚とか付きで、だいたい2つ合わせて2万円ぐらい。ついてくるのがいいかも。はい。うん、なので、今後多分イベントごとで、それなりにクリアな音声と、クリアな動画が流れるときには、こいつが活躍していると。ああ、すごいですね。素晴らしいですね。はい。買っちゃった。私は、こちら、今日、今週は、ブログの記事にも書いたんですけれども、本、リード・ホフマン、ベン・カスノーカーさんによるスタートアップ、という本を、こちら、日経 BP さんから検本いただいたんですけれども、大変いい本でした。リード・ホフマン氏っていうのは、リンクトインの創業者の方なんですね。うんうん、で、リンクトインっていうことは人脈作りを、支援するソーシャルネットワーク。なので、アメリカだともう、アメリカの IT 系だと、リンクトインで就職活動するっていうのはもうほぼ常識になっていて、自分が今までどんなプロジェクトをやってきたか、例えばオープンソースのプロジェクトのここら辺に寄与したとか、そういうことが書いてあって、うん、で、今職探ししてるよっていうと、友達とか友達にこう2ホップで分かるんですね。あいつが職探してるらしいね。じゃああいつあのソースコミットしたやつじゃないか。じゃあここにお勧めしてやるよみたいな感じで、話の輪が広がっていくと。で、直接会ったことないのに、どんどんと、就職活動が進むと。日本ではまだそこまでいかないんですけど、この話は、なんだろう、個人がスタートアップ企業みたいにして、価値を高めていくにはどうすればいいかって、そういう本になっています。うん。本当、スタートアップ企業って言ったらね、未来が不確定な状況で判断をして、市場に切り込んでいって、で小さいところから成長しなきゃいけない、そういうのを個人のキャリアに当てはめて考えたらどうですかっていう、そういう本になってます、うん、なかなかよく書けてたので、ぜひお勧めしたいと思います。日経 BP でスタートアップです。はい。なんか他に和本さん何かあります？すいません、小ネタです。小ネタです。僕タバコ吸うんですけど、タバコ吸わない人ってタバコの匂い嫌じゃないですか、うん、嫌なものじゃないですか、うん、で、でも喫煙所とかにどうしても入らなきゃいけなくて服に匂いがつくとかってありますよね、うん、はいはいはい、はいはい、でですね、そんなあなたにおすすめしたい、ね、焼肉の匂いを周りに充満させることによってどうでもよくするアイテムとかすんぐらいすごい発見。スーツリフレッシャーっていう、スプレーなんですけど、これ。
うん、ファブリーズや。うん、ミニファブリーズな。ちっちゃいミニファブリーズと思ってください。うん、確かに、ね。なるほど、なるほど。で、これ、すごく香りがいいんですよ。で、スーツにシュッシュッってかけるだけで、タバコの、ね、匂いを、消して、結構爽やかな香りにしてくれるんですね。で、夏場とかでこう汗臭くなっちゃったりってするじゃないですか。そんな時にも、そのままの格好で、女性のいるお店に行かねばならないとかですね。いろいろこう、ね、うっていう時に、これが一本あるととてもいいですよっていうお話でした。へぇ、うん、これどこで買えるんですか？Amazon でも売ってます。楽天でも売ってますけど、ブラウドメン、スーツリフレッシャーっていう。あ、どう見てもなんか、ジャンプの裏側にですね、あるさ、怪しい薬剤のような。身長が15センチ伸びたみたいな、こう、そんな感じに見えるんですね。そんな感じに見えるでしょ？見た目が。見た目が。で、これ、ムスクの香りもあるんですけど、そっちじゃない方、はい、この青いやつですね。こっちの方がおすすめです。はい、こっちの方が、男性限定、女性にモテる、女性には好感度が上がる香りです。あ、女性にモテる香りですね。はい、モテるかどうか知らないです。これで和本さんは元の手だという違いますのでなるほど、バレます。さすがです。クラスタさんみたいなことはないですよ。いやいやいや、ベクさんから、どっちかっていうとベクさんですよ。どっちかっていうとベクさんですよ。ああ、もう渾身してる、渾身してる。すごいぞ。というところで、クラスタさんは多分もうこちらの本ですので、また改めてお勧めしておきたいと思います。はい。にょーん。全員で持てば。遅延してる、遅延してる。はい。というところです。はい。ということでありがとうございました。来週なんですけれども、完全にこの状況で遅延してるのでどうなっちゃうかわからないんですけれども、来週は、アメリカ・ポートランドで行われる、ワールドドミネーションカーサミット WDS2012 に、僕が行っちゃってますので、本当に大部署できるかわかんないんですけれども、なるべく時差を超えてできればなと思ってます。で、仮なんですけれども、来週のゲストとして、藤本さんをプレゼンテーション関係で、イベントなどを多数手掛けておられているプレゼンの名手に、お話を伺えればなと。楽しみですね。可能であればね、この Google プラスの、確かアプリケーションの中にスライドシェアとかあるので、うん、使いながらできるといいんですけれども、ちょっとこの遅延状況なので、それは辛いかな、というところです。改善次第。なるべくちょっと、はい、なるべくちょっとね、イーサネットをエアーで買って、なんとかしていこうかなと。思います。うん、はい。というかね、主に遅延してるの僕でしょ。これ。うん、そうですね。みんな、ねえ、みんな大丈夫なのに、何これ。僕今日 Google に嫌われてる？いつもこんなことないのに。はい。うん。というところで来週どうなっちゃうかわかりませんけれども、で、この状況で、この遅延してる状況でね、さよならってやって手も出ないと思うんですけど。誰か代わりに手出して。さよならって。じゃあもうなんかニヤニヤしてる。北さんにお願いしよう。はい。じゃあ今週はこれにて、さよなら、北さんに代わりにやってもらいます。さよなら。ハッピーライフハッキング。ああ、やっぱり。